嵐を呼ぶ喧嘩空手野地龍太、怒涛のごとく拳と蹴りを叩き込む。その組手はまさに極真の原点、喧嘩空手。木村が下がる、木村が下がる。全身を駆使して獲物をねじ伏せ、狙うは常に一本勝ち。21歳で参加した世界大会でベスト8、ポストカズミと呼ばれる日本の次期エースがニューヨークの地でブラジル勢に立ち向かう。さあ日本の野地龍太、日本としても勢いを見せたいところ。頑張れ。まあ、野地選手としてはですね、まだ優勝というタイトルは取ってないんですよね。いい選手。かかとし。いきなりきますね。それが来ます。それに大きくなりませんか。大きくなりますね。この上段も受けています。まあ、よく相手を見てますよ。さあ突きから。中段の回し。中段きてますね。これが得意です。中段の回しの右。そして鈴木。旗上がってますよね。旗が上がってこれも一本勝ち、今ちょっと上段への振り取りも見えましたが、上段に見せることは中段の回し蹴りですね。見事な中段回し蹴り一本勝ち、日本の勢いを見せています。野地龍太がブラジル勢の前で野地龍太の勢いを見せつけました。肥料選手は優勝してしまったことでやっぱ勢いに乗ってると思うんですよ。海外全部が勢いに乗ってると思うんですよ。特にブラジルはやっぱりいつも一緒にやってた人が優勝しちゃったわけですから、まあ、勢いがすごいついてると思うので、そこをもう勢い止めるっていう意味で早いうちに潰しておきたいです。まあ、優勝しか見てないんですけれども、まあ、結果は優勝を狙ってるんですけれども、やっぱり結果だけじゃなくて内容も自分が納得できるように海外に圧倒的な差を見せつけて勝てればいいなと思っております。準々決勝、是が非でも勝たなくてはいけない日本勢を尻目にブラジルの猛威は止まらない。世界大会で野地に敗れ、今大会での打倒野地を胸に屈するコスタは三越場を下段で圧倒、一本勝ちで準決勝に駒を進めた。さあ野地龍太の準決勝、相手は対ブラジル最初の関門と言っていいでしょう、ザンデル佐々木。喧嘩空手かそれとも重戦車かという対戦になりました。これはこの大会の中でも屈指の好勝負っていうかですね、面白い対決ですよね。楽しみ。両者ともに一歩も譲らない組手を持っています。さあ飛び込んできた、ね、二人とも。まずは下突き、野地龍太、下段の回し蹴り。ザンデル選手はですね、本当田村選手の体格してて、野地選手のようなラッシュしてくるんですよね。先に肘を見せたのはザンデル佐々木。あの野地選手が得意とする肘なんですけども、初めてやられたんじゃないですか、逆に。ここは一旦分かれます。なんか一発一発重たそうですよね、ザンデル選手は。痛そうですね。共に大きな体でのこの重量級の争いということになりました。後ろ回し蹴り飛び込んでいった。文字も負けていません。チャンスがあるとすぐ行きますからね。遠回しから回転蹴り、この辺が自然に出るところが野地選手の魅力的なところですよね。一連の流れの中で大技を放ってきます。ただこれ引いたらもうザンデル選手のパワーで押されちゃいますね。下段の回し蹴りザンデル佐々木、下突きで応戦していきます野地。しかし下段が飛んでくる。今度は膝、野地選手の足を止めるとまず下段で攻めてますね。この下段ですね。右の下段回し蹴りザンデル佐々木、そして今度は突きに来ます。まあちょっとね、野地選手肘合戦ですね。これは縦風を見せたザンデル。これ本当に野地選手の得意なんですよ。野地のお株を奪うかのような肘、ですが、ここは中段の回し蹴りダブルできた。中段回し蹴りですね、野地選手。さあこれで顔面を打ったザンデル佐々木の肘でしょうか。肘が顔面に入りましたね。反則ですね。これは反則なんですよ、極真のルールじゃないですね。顎を捉えましたが、これは顔面を打った、ダメージの回復を待ちます。やっぱりザンデル選手ちょっと荒いですよね、組手が。ただこれはダメージ残るんですよね、意外とね。そうですね。さあ一旦試合が休憩になりましたが、その後再開されています。下段の回し蹴り、ザンデル選手の表情もいいですね、ものすごい表情で飛び込んでいきました、左の突きから右の下段、ちょっとザンデルが後ろに下がる。そうですね、左の 中段の回し蹴りが効いてると思うんですよね。これは左、中段の回し蹴りに行きました。もう一度、野地選手はですね、岩崎選手を KO したように上段回し蹴りが得意だというふうに思われがちなんですけど、最近中段がいいんですよ。この中段で初球を使った、これ上段左、左右の上段回し蹴り、ちょっと野地龍太、そしてもう一度上段回し蹴り、相手を追い詰めていきます野地龍太。これが喧嘩空手、野地の得意技ですね。見てるみんなをくっつけます。さあ、この表情で
手に汗握る戦いですね。一進一退の攻防、しかしどうでしょうか、ここまで大きなポイントを取っているのはどっちですかね。さっきの上段回し蹴りがちょっと武井選手良かったかなという感じがしますけど、前蹴り、あ、ここもいいですね。ちょっと苦笑いのような表情になりました、残念佐々木です。こっちの試合ではですね、上下出てはダメですから、ね、ここで3分本戦が終了しました。判定に持ち込まれます。ムジカそれとも佐々木か、赤4本、ね、赤4本、そして新も赤、ムジ5対0、ザンデル佐々木の勢いをここで止めました。面白い試合でしたよね。いや悔しそうな表情の佐々木です。このザンデル先生は絶対3年後の世界が出てきますよ、強豪としてですね、はい、ザンデル佐々木の勢いをこの野次龍太、この日本の勢いが止めました。判定勝ちです。いや本当すごかった、野次選手も見てください、手に汗がすごいですね。野次選手がラッシュすると本当にですね、野次タイムって言われるで、はい、もう後先考えずに行くんですよね。言ってましたけどね、これスポーツじゃないですよ、もう、決闘、2人とも目つきがバチバチで、その辺が魅力的ですよね、この2人の、ちょっとぼーっとしたんじゃないですか、ね、これ聞いてると思いますよ、こんなに動き肘が入ってるわけですから、で、恵子さん、この後ですよ、はい、この攻めが切れちゃうんですよね、野口選手が残ってないんですか、頭に。でもね、一方のこのブラジル勢も勢いありますね、はい、これ2003年の世界大会またしてもというような感じに ね、やっぱりリオが世界チャンピオンになったことで僕たちも優勝できるんだって自信がついてますよね、はい、ではここで準決勝前の野次君にインタビューしてますのでご覧ください。今までの調子はどうですか。ちょっと一番最初がすごい硬くてですね、だんだんまあほぐれてきたんですけど、まだちょっと硬いんで気を引き締めて、一瞬の隙でも頭開けられたりして危ない危険がありますんで、まあ気を引き締めていきたいと思います。ベスト4には打倒野次に燃えるブラジルセルジオダコスタ、そして必勝を期す野次をはじめ、ご覧の4選手が残った。果たして日本復権への第一歩なるか。そして準決勝第2試合は野次対本間の日本人対決。ここは勢いに勝る野次が圧倒的な判定で決勝に駒を進めた。決勝はついにこの2人の一騎打ち。さあいよいよ決勝の舞台です。打倒野次龍太を誓うセルジオダコスタ、自信と風格の決勝進出です。さあそして一方でブラジル勢を止めろ。11ヶ月初の国際大会を制するのはブラジルか、はたまた日本か。2003年第8回世界大会の行方も占う一戦、あの無念を晴らし王座奪回への序章は始まるのか。フランシスコ・フィリオが歴史を変えた。さあ世界大会のあの悔しさを晴らせるか、野次龍太決勝戦、ブラジルのセルジオ・ダコスタ。この2人の対決はですね、はい、世界大会で実は実現してて、その時は野次選手が勝ってるんですよね。そうですね、はい、その意味でも負けられないですよね。もう一度退けることができるか、それともダコスタがリベンジとなるか。まあ、本当にですね、ブラジルの王座を取られてますから、はい、この連敗はあえてしたくないってことですよね。とにかく日本復権に向けてこのアメリカズカップ、はい、まず最初の世界大会ですから大事です。さあ延長戦に入りました。まあ、このセルジオ選手の得意なのはですね、とにかく相手の前を潰して釘付きで突きを打って、あえて下段の回し蹴りでですね、ダメージを与えてくるんですよね。足技とそして上半身へのこの手技のコンビネーション、これがダコスタの持ち味。とにかく粘っているんで、本当に距離が前が詰められてなかなか攻撃しにくいんですよね。だってやりづらそうですよね。やりづらいですよ。野次としてはもうちょっと距離が欲しい。そうですね、どうしても下がりながら打っちゃう感じになっちゃいますから。上段回し蹴り、これは避けています。ダコスタ、まあ、前回の大会ではですね、そこで肘打ちを接近戦に出して勝ったんですけども、まあ、それがいつ出るかですよね。さあ世界大会では目の前でブラジルに王座を持っていかれました。その野次龍太、そうですよ、負けてられませんよ。やっぱりですね、このセルジオの他にやっぱりフィデとグラウベという2人がいるわけですから、はい、まあ、第3の男ですから、野次選手としてはこの選手に負けたくないですよね。ここは止めておきたい野次龍太、はい、さあ前に出る、野次が前に出る、出てきましたね、野次選手が。最後の鍵付き、
でもセルジオが粘っこいんですよね。ここからの粘りがこのセルジオの持ち味。さあ横蹴り、まあ、お互いに譲りませんね。この距離でこの距離で戦いたいがどうか。ノジまた攻めてくる、また攻めてくる。ダコスタ、あ出てきますね。これ下がったらちょっと上下に出たりすると印象が悪くなりますから。最後は胴回し回転蹴りに来ました。ここは一旦分かれます。でも選手の中盤 の攻撃が良かったですね。そうですね、はい、その勢いで投資ですね。さあ試合再開、まあ、セルジオ選手今度はロジン胴回し回転蹴りでお返しです。2人ともいい表情してますね。意地と意地とのぶつかり合い、ブラジルか日本か。さあ延長の判定は赤2本白1本。さあ主審はどうか。主審は引き分け、文字に上がらず。あと1本勝てたんですよね。ふーっと息を吐きました。さあ再延長戦へと入ります。じゃあ今日は本当に野井選手になりますが、ここ行った方がいいですよ。さあ序盤から行くか、日本受け向けて、さあ野尻田が出る、野尻田が出る。これ以上ブラジルにいたゾーンは奪われたくない。セルジオは必死に崩そうとしますね。すごいですね、声が。これは水選手の話ですよね。うん、それだけの心を打つ試合をやってるってことでしょうね。序盤の猛攻を野尻打た、しかしここでまたダコスタが出てきます。セルジオダコスタが中盤から終盤にかけて出てきます。あ本当に体力ありますよね。何かあのフィリオの世界王座ダッシュで何か自信を持ってしまいました、ブラジル勢。本日も出てきます。セルジオもですね、もう一回世界大会を取るって言ってましたからね、ブラジルは。そうですか、はい、その勢いこのダコスタにも乗り移っています。その勢いを止めるかのジー、ここでこれで止めよう。前に出る、両者とも引かない。選手も手が出てるんですけどね。ダコスタの突き、そして膝、ノジの膝で返していく。上段回し蹴りダコスタ、ね、横蹴りかかと落としのジー。派手な技出ますね。技の応酬でした。ここで負けた。あいい表情ですね。再延長戦もいよいよこれで判定です。ダコスタかそれともノジか。白が2本、そして赤は1本、一歩リード。ダコスタ主審はどうか。主審は白、主審は白です。セルジオダコスタ見事優勝、ノジ敗れました。世界大会に続いてこのアメリカズカップもまたしてもブラジル勢です。まあ攻撃つけたい勝負ではあったんですけども、ノジ選手としては決定的な勝ちのポイントは上げられませんでしたからね。しかし日本としては悔しい敗戦です。本当世界大会で勝ってるだけで悔しいでしょうね。そうですよね。でもね、去年に引き続きブラジルがまた世界大会に、ね、続いて制覇しちゃってるじゃないですか、はい、